久保さん、一生忘れないですね。会社辞めるときに。あの、今まで会社に貸し付けてた分です。見られないっていうね。見られないっていう。スルーみたいなね。マジかみたいな。全部、全部データ出して、これぐらい貸し付けてました、言うてね。見られないっていう。お前の責任だと。まあでもね、あれはね、 僕の歴史の1ページで今思い出話で、あの時はもうめちゃくちゃしんどかったですけど、まあ僕もね、あの自分の責任とはもちろん思ってたんだけど、その時まあいろいろね、いろんなその、なんだ、身内で不幸なことがありまして、お金が急遽必要な部分あったんですよ。で、それも言いました。それも言った。<laughs> だからもう多分ね、10年以上働いて初めてじゃないですかね、お金のこと言ったのは。 給料を上げてくださいとも一度も言わなかったしだから、まあ、まあそれも言ったんだけどいや出てくるんだったらまあ関係ないみたいなね <laughs> そ<う> <laughs> まあでもねあ,あれはね今となってはあのなんだろうな厳しかったけどめちゃくちゃきあれはきつかったけどでもそれを乗り越えられそ,その壁を作ってくれた。 うん、その壁を乗り越えられない人ももちろんいるだろうけれども、僕乗り越えたんで <laughs>、だけど乗り越えられたんでその壁があってよ,よかったなと思いますね、うん。だって壁を乗り越えた数だけしか人間って強くなれないと思うんで、うん、ああまあいろいろ学びましたよね、そっから。うん、だからやっぱ、まあ、人生とは何よ、んじゃというところなんですけど、 やっぱどれだけ壁を乗り越えていくことじゃないですかね。自分ができなかったことができるようになる。自分ができないという壁ですよね。それを乗り越えていく。山和くんも今まで走れなかったけど、走れるようになるというね、えー。壁を乗り越えていくわけじゃないですか。歩けなかったわけだけど、こんな四つん這いからね。その壁を乗り越えてって歩けるようになったわけじゃないですか。言葉とかもね、最初ブーブーしか言えないのにね。車みたいな。 なんか一つ一つね人間っていうのはできないことができるようになっていくっていうのがあの一番成長プロセスで一番大事なことかなと思いますだからサラリーマンとして働いていて、まあ、自分のできないことに挑戦していない人生、まあ、いつもトゥードゥで覚えた仕事をただやっていく淡々と、まあ、それは多分人生のんなんだ本当の人生は歩いてないんじゃないかなと思いますねうん みんな歩くの怖かっただろうし、うんそう、自転車乗るのも怖かっただろうし、まあ、できないことができるようになっていくっていうのが、大事なんじゃないですかね。いってらっしゃい。